こんにちは、ナオです。今回は2022年1月から6月までの買ってみたで紹介したガンプラ、そしてツール、消耗品関連で買って良かったものを紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょうか。まずは買って良かったガンプラ第3位から。はい、第3位はエントリーグレードニューガンダムですね。 RX78 ガンダム、ストライクガンダムに続いてエントリーグレードの第3弾として登場したんですが、ニューガンダムがエントリーグレードで発売されるとは正直驚きましたよね。エントリーグレードといえば HG を超えるパーツ分割による色分けが話題なんですが、ニューガンダムでももちろん徹底的に色分けされています。もうね、マスターグレードに迫るくらいの色分けですよね。本当に素晴らしい。ただエントリーグレードは作りやすさも追求しているので、パーツ数は少ないのはいいんですが、そのせいで簡略化されている部分もありますね。まあこれはしょうがないかな。そういった部分を差し引いても1100円でこのクオリティは驚異的だと思いますね。はい、続いて第2位いってみましょう。はい、第2位はマスターグレードのドムとリックドムですね。20年以上前に発売されたキットの関節などを新しくしたアップデート版なので完全新規ではありません。俗に言うバージョン 1.5 っていう感じですかね。本音を言うとバージョン 2.0 が欲しかったんですけど、まあ 1.5 が出ただけでもよしとしましょうか。旧マスターグレードドムとの違いは、腕が丸ごと新しくなっているのと、足の付け根に回転軸が追加されています。その他足のスイング機構や足首も以前より曲がるようになっています。もともと旧マスターグレードドムの出来が良いので妥当な更新かなという感じもありますね。ここ20年で発売されたキットから部品をかき集めている感じで、このドム専用パーツはランナー1枚分だけでした。今回第2位なんですが、一つだけ残念な点、リックドムのビームバズーカですね。グリップの部分が少し変更されているだけで、あとは旧マスターグレードのままでモナカなんですよね。これがなかったら1位になってたんじゃないかと思いますね。残念。はい、次へ行きましょう。続いて第1位へ行く前に番外編行ってみたいと思います。はい、番外編は HG のガンダムグッションですね。再販品なのでランクインはしなかったんですが、上半期に購入したガンプラの中でもかなり満足度が高いですね。造形もアニメに近いフォルムで再現されていると思いますし、細かい塗り分けもパーツ分割で再現されているので、素組みしただけでもこの出来っていうのが素晴らしいと思います。かっこいいですね。はい、次へ行きましょうか。続いて買ってよかった2022上半期ガンプラ第1位の発表です。はい、第1位はフルメカニクスのレイダーガンダムですね。100分の1サイズでレイダーガンダムが出たっていうのがファンにとってはすごく嬉しいんじゃないかと思いますね。プロポーションもなかなか良いですし、なんといっても完全変形してカラミティを上に乗せられるっていうのが開発者のこだわりを感じますね。見てくださいよこの迫力、やばいですね。まあマスターグレードでなくてもこのクオリティならいいかなって思えるくらいの良い出来だと思います。ただ価格はマスターグレード並みっていうのがね、ちょっとお財布には厳しいかなという感じはします。あとこれが出たということはもちろんあれも出るんでしょうね。いやー、これは待ち遠しいですね。ぜひ3体揃えたいですね。というわけでフルメカニクスレイダーガンダムが2022年上半期第1位となりました。おめでとうございます。はい、続きまして買ってよかった2022ツール消耗品関連行ってみたいと思います。まずは第3位から。はい、第3位は円形マスキングシールですね。これはもう塗り分け塗装の必需品と言ってもいいんじゃないかと思いますが、先月大きいサイズのものがラインナップに加わったんですよね。これで最大直径 9.8 ミリまでカバーできるようになったので、マスターグレードなどの大きいキットにも使えそうですね。いやー、これはね本当に綺麗に塗り分けできるので、一度使うとやめられなくなりますね。サークルカッターを使って切るのって結構難しいんですよね。この商品は本当に助かります。はい、次へ行きましょう。続いて第2位です。
はい、第2位は塗料瓶に取り付けて塗料のタレを防止する商品ですね。これ実際に使ってみたんですが、本当に瓶に塗料が垂れなくて驚きました。いやちょっと感動しますね。塗料瓶の形ってメーカーとか種類によって変わってくるので、それに合ったものを用意する必要はありますが、瓶から直接塗料を出して使う方にはかなり重宝するんじゃないかと思います。動画の中でも指摘したんですが、クレオス用のものはちゃんと蓋が閉まったんですが、ガイアノーツ用のものは私が試した限りでは蓋が閉まらなかったので、ガイアノーツ用の購入を検討されている方は注意された方が良いと思います。はい、続きまして第1位の発表に行く前に番外編行きましょう。こちらです。はい、番外編はガイアノーツのプリズムブルーブラックですね。この塗料は少し前に購入してあったんですが、なかなか使う機会がなくて放置してありました。先日試しにスプーンに塗ってみたんですが、これがすごく綺麗な色で感動しちゃったんですよね。まあガンプラに塗るとしたらやっぱりこの辺りですかね。メタリックではないのでキラキラ感はないんですが、この落ち着いた深みのある感じやばいですね。はい、次へ行きましょうか。お待たせしました。買ってよかった2022上半期ツール消耗品関連第1位の発表です。はい、これはツールスタンドですね。私が購入したのは革製品を加工する工具を収納するスタンドなんですが、こういった工具などを収めておくスタンドと思っていただければ良いと思います。以前はこんな感じに全部一緒くたにしていたんですが、なかなか目的の工具が見つからなかったりしたんですよね。この商品すでに3ヶ月ほど使用しているんですが、これを導入してからは目的のものがすぐに見つかるようになりました。やはり所定の場所があるとそこに戻せるので、工具の迷子を防ぐことができるのは良いですね。これは結構たくさん穴が開いているんですが、全ての工具を並べちゃうと逆に使いづらくなるかなという感じもありました。なので適度にスペースを空けたりと工夫が必要になりますね。あと穴のサイズは3種類なんですが、素材が木なので少し加工すれば大きなサイズのものも入ります。本体は工具を収めていない状態でも結構重さがあるので、どっしりと安定感があるのも良いですね。この商品に関しては特に不満な点がないんですよね。見た目もかっこいいし、塗装してもっとおしゃれな感じにもできそうですよね。これは本当に買ってよかったと思います。はい、というわけで買ってよかったランキング2022上半期いかがだったでしょうか。次回は年末にやりたいと思いますので、そちらの方もお楽しみに。